知ってる？健康経営。企業が従業員の健康管理を経営課題として捉え、健康保持増進に向けた活動に取り組む健康経営の考え方が広まりつつあります。この番組では健康経営に取り組む静岡県内の企業を紹介していきます。こちらは寸東郡清水町にある特別養護老人ホーム滝田川ホーム。清水町初の特別養護老人ホームとして平成12年にオープンしました。介護老人福祉サービス、訪問介護、お宅介護支援事業などを行っています。全館に消臭、心身活性化に効果があるとされているオゾンガスの自動噴出装置を配備し、日々森林浴をしているような環境下で生活していただいています。どのような取り組みをしているんでしょうか。職員の方に伺いました。職員の様々な生活環境を考慮した働き方ができるような取り組みをしています。例えば子育て中のプロフェッショナルの時短雇用です。育児休暇の後、退職した職員の方に入浴専門で働いてもらったり、時間をうまく使って仕事と子育てのバランスが取れた働き方ができるような提案をしています。また定年後の継続雇用、新規雇用の推進をしています。雇用を増やし、職員それぞれが自分のライフスタイルに合った働きやすい環境を整えることで、職員が介護に専念できています。また残業時間の短縮、土曜日はノー残業デーです。具体的な効果はあったんでしょうか。ここ3年間で残業時間が相当減りました。リフレッシュ休暇も取れ、心も体も健康で笑顔で仕事ができています。現在8人のママ職員が仕事と子育てを両立して働いています。子どもの成長に合わせて復職し、今までの経験を生かして働けているのでありがたいです。最後に健康宣言をお願いします。適切な働き方、社会貢献する職員を目指します。